足別線は日本国有鉄道が計画していた北海道、足別市の足別駅から深川市の深川駅までを結ぶ予定だった鉄道路線である。足別市新城付近に残る足別線の築定鉄道付設法別表第137号の2に規定する石狩国深川付近より足別にイタリル鉄道で1953年8月1日に交付。 施行された鉄道付設法等の一部を改正する法律によって追加された路線である。工事は、足別石狩新城の路盤工事がほぼ完成し、石狩新城を治め内間の用地も一部が確保されて、いたが足別線によって水田を分断される旭川市内の農家の反対や石炭需要の減退により沿線予定地の炭鉱が閉山したため、計画は頓挫した。 新設区間である足別納め内間のデータ、足別駅,石駅石、石狩常磐駅、石狩大五二駅、石狩新城駅、菊九駅、石狩豊里駅、甲信駅から新加無伊古丹駅、納めない駅、納めない駅、深川駅間は、函館本線を参照。堂々旭比川足別線がこの経路に近く、足別深川、旭川間の交通はこれを利用するのが主となっている。この経路で、 足別旭川間に北海道中央バスのバス路線も運行されている。同線はかつては平日に20往復運行されていたが、やはり過疎化の進行により年を追うごとに減便され、現在の運行は平日3往復、土曜、休日5往復となっている。なおバスで足別深川間を直接移動することはできず、途中で深川旭川間、または 更新深川間のバスに乗り換える必要がある。ありがとうございます。